5番のコンテナワールド。5頭ゲートインが終わりました。スタートしました。さあ先行争いです。固まっています。まず外から4番デルマアートマン、竹豊、オルフェーブルの3区。しかし最内から1番のテラメリタ、花を切って前に上がっていきました。クリストフ・メール、新種ボバ、ブリックス&モルタルの3区。3番手に2番のカントゥータ、坂井流星、リアルスティール3区。4番手に3番カズビトシャ、川田優雅、ルーラーシップの3区です。その後は少し離されました5番のコンテナワールド、鮫島勝馬、エピファネイアの3区です。さあ各馬が外回りの第3コーナーをこれからカーブするところです。先手を奪ったのは1番のテラメリタ、リードを1馬身。2番手4番のデルマアートマン、3番手4分の3馬身差、2番のカントゥータ、4番手首差で3番のカズビトシャがつけています。その後は3馬身開いて5番のコンテナワールド、1番後ろから。さあ残り800を通過いたしまして、これから第4コーナーをカーブです。テラメリタわずかに先頭、これを外から見るように4番デルマアートマンが2番手の位置です。3番手2頭並ぶような形、外は3番カズビトシャ、内は2番のカントゥータ、1番後ろは5番のコンテナワールド。さあ第4コーナーから直線、最後直線に向かいました。先頭はテラメリタ、まだリードが1馬身ほどあります。2番手3番手4番手の中、2番のカントゥータ、4番のデルマアートマン、そして4番手3番のカズビトシャ、そして外から5番のコンテナワールドが足を伸ばし始めました。さあ突き放しました1番のテラメリタ、3馬身4馬身のリード、2番手争いカントゥータ、そして5番のコンテナワールド、先頭1番のテラメリタ、テラメリタ先頭で5輪、2着は2番のカントゥータ、3着は5番のコンテナワールドです。